はい、皆さんこんにちは、ネット物販講師の黒沢です、今回は自分の YouTube チャンネルの不人気さについて壮大な言い訳をさせていただきたいと思います。 早速話をさせていただきますと、YouTube の一般的な発信者とすれば、底辺中の底辺、最底辺もいいところだと考えています。どの動画も再生回数、宝が100回行くか行かないかっていうのも平気であります。こっから早速言い訳が始まるんですが、それでいいんじゃないかって思う節が、むしろそうでなければいけないんじゃないかと思える節すら、心の片隅に、 常にあるんですね。もちろん動画によっては、ツイッターの相互フォローをしていただいている方がわざわざ紹介してくださった動画だとか、特にヤフオク転売がどうだだとか、検証会に勧誘されただとか、鴨頭嘉人がどうだだとか、ネット物販と関係ない動画っていうのは再生数上がるし、そういった動画ばっかり出してったら、再説的には YouTuber らしくは多少なってくると思うんですが、自分の本人っていうのは Amazon 物販、 中国のアリババから商材を仕入れて、買い付けて、アメリカアマゾンで販売するという商売について、ある種淡々と等身大で、1ミリも背伸びせずに、大見商人の格言、三方よし、売り手よし、買い手よし、世間よしの名のもとに発信し続けるということにあります。つまるところ、地味で地道な話をし続ける。 というのが自分の国主となっている限り、エンターテインメント色が正直少ないんです。一般的なビジネス系の YouTube っていうのは、誰でも簡単に稼げるだとか、絶対稼げるだとか、ネットビジネス必ず儲かる参戦みたいなことをランキング形式でやったりだとか、とにかく装飾が激しい。 イメージとすれば、東京の歌舞伎町のネオン街のように、ギラギラキラキラと、高校とライティングを行った方が、動画とすれば面白いし、引き寄せられる人の数も多いわけです。しかしながら、歌舞伎町にはぼったくりバーがあるように、行々しい発信の仕方をしている人の多くっていうのは、ぶっちゃけた話、私から見ればうさんくさい人たちです。1%の真実にもならないような真実と、99%の嘘で塗り固められて いる場合すらあるので ご本人たちがおっしゃっている発言内容に自己矛盾が平気で生じているってことなんですが、やっぱりそっちの方が見てる方は見やすいし、引き寄せられやすいし、注目も引きやすいんですね。しかしながらそこには真実があるとは考えていません。自分が求めているのは、路地裏の小料理屋みたいなものでですね、よく言えば知る人ぞ知るなんですが、なんだこのうまさはと、こんなに味わい深いものなのか、 っていう風に思っていただけたらこっちの勝ちだと自分自身は考えているんです要は一般的な人が求めるのは絶対的な一元的な成功というものだと思うんですねこの手法をやればこれをやれば絶対儲かります稼げます って言われたら、ふらふらとそっちにたなびいてしまう人が多いんですが、そんなもん商売の世界にはありやしません。食事に例えると、高級な料理、きらびやかな料理を食べれば、それが一番うまいっていう風に絶対的に信じてる人が多いんですが、その料理を食べる我々が思いっきり体を動かした後だったりだとか、極端な話言えば死にかけた後だとか、 そういった時に食べる料理っていうのが一番うまい料理なんですね。我々が相対的にどのような思いでその料理にありついているかっていうのが大切になってくるんです。ただ一つコツがありまして、より美味しく咀嚼するためにはどうすればいいかというと、自分が行っている商売を一種のロールプレイングゲームとして、自分をそのゲームの世界の勇者として、 客観的、俯瞰的に見れるかどうかってことです。あまり生徒さんの実績、ああだこうだって私言いたくないんですけれども、例えば、月賞でそれこそ何百万円とか上げられた生徒さんに、どうしてそんなに月賞上げられたのと、こうしながら聞いた時に、その生徒さんが答えたのは、私はこのネット物販を一つのゲームだと思ってプレイしているっていう答えが返ってきました。古い映画で言えば、グーニーズですね。 要するに宝の地図を見つけてその地図を頼りに探検を開始するんだけれども悪者が出てきたりだとか罠が仕掛けられたりだとかとにかく一筋縄ではいかない。 でもそれが商売だと考えています。つまり宝探しの感覚で商品が探せるか、冒険ゲームの感覚で一つ一つの作業を遂行できるか否かが鍵になっているということです。宝の地図を見つけて、家の目の前の空き地に宝が埋まってたら、それ宝探しにならないじゃないですか。ピンチがあるからというか、大変なことがたくさんあるから宝探し。 が楽しめるというか、宝探しの意味を成すと思うんです。商売もそれと同じでですね、怠惰を求めて勤勉になるという言葉があるように、楽したいから働く。楽したいから一生懸命のたうち回る。これが要ですよね。 楽したいから楽するっていうのは、これ商売になってませんから、誰でも簡単にだとか、1日5分のコピペ作業でっていうのが、どれだけ馬鹿げていることなのかっていうのは、ちょっと俯瞰的に見てみればわかることなんだけれども、甘美な言葉に人は弱いっていうところがあると思うんですね。ポンジスキームだって、お金を入れるだけで月利が30%だとか、わけのわからない非現実的なことを言っている詐欺師に騙されて しまう人が後を絶たないのは早く楽したいと焦るばかりに苦労をする作業を過程を省こうとしているからに他なりませんまた比較的遠いゴールを目指しているにもかかわらず少し小走りになっている で自分の袖口に泥が跳ねるのを嫌う方要するにプライドが高い人って比較的多いと思います商品リサーチ一つ取ったってめちゃめちゃ地味で地道な作業なんですがそこにどのようなスタンスで対峙しているのかっていうのは調べられた商品一つ一つ,つ見れば私如実に分かります良い意味で前のめりでリサーチしている方って荒削りなところもあれどそれ以上に吐き みたいなものが人土に伝わってくるんですね逆に愛のないリサーチをしているとぶっちゃけた話商品リサーチツールでなんとなく調べたリサーチとものすごく似てきます人が調べてるにもかかわらず ツールで適当にボタン一つで調べたリサーチ表と告示してくるってことです。要は機械的なリサーチになってるってことなんですが、たかが調べた商品を記載するだけのリサーチ表一つとっても、その商売にどれだけ愛情と好奇心と積極性と四と破棄、負けん気っていうのを持って してててて向き合っっるるかっていうのは如実に現れてくるんですよ簡単に言えば、地味な作業はつまらない、しんどい作業は辛いではなく、しんどいものはしんどいけれども楽しいか、地味は地味だけれども楽しめる部分があるか否か、そこがポイントになってくると思うんですね。副業でネット物販やる方多いんで、別に副業でいいんですけど、 副業でやるにせよ。それと向き合ってる時間は死ぬ気でやれやと。副業イコール片手間イコール適当な気持ちでやってりゃいいってものではないわけなので、ご自身の貴重な時間と労力を割いている限り、その商売に対してなんとなくリサーチしたりだとか、なんとなく向き合ってるっていうのは商売に対しても失礼だし、その商売を通してゆくゆくは商品を購入してくださるお客様に対しても失礼なことだと考えています。また食事の の例に例えると普通の定食であってもニコニコ出してもらえる定食とぶっきらぼうにバーンと置かれた定食とどっちがうまいかっていう話なんですよね。自分がブスーッとして料理作る側だったとしても自分がその料理をバーンと提供される側だったとしても少なくとも向き合っている食材や食事お客様や店員さんに対してある種の敬意みたいなものは絶対に必要になってくるわけじゃないですか。ネット物販の一つ一つの地味な作業 作業も実はその中にたくさんの味わいっていうのが含有されていると思うし その味わいをしっかりとしたで味わおうとする方であれば、そこにキラッとした砂金みたいなものを感じ取れるような気がするんですね。今回の話まとめますと、私は地味な発信をし続けているんですが、つまんないことを話そうと思っているわけではなくて、この地味な作業が楽しいんですよっていうことを、もし伝えることができれば、唯一無二の幸せ、まさに本望だなと。 思っているという話でした。最後までご清聴くださりありがとうございました。